皆さんこんばんは。ラベンダーの田中玲奈と岡田真理奈と宮沢真理です、私たちラベンダーは来週ついにミニアルバムリスタートを発売します。イエーイ。9月6日来週っていうか9月6日ですそうですね、はい、ということで9月6日からリリースイベントを回りますので、皆さんぜひぜひ場所などはホームページをチェックして、ぜひアルバムをゲットしていただいて、MV が、まあ、入ってるんですけど、まあラベンダーチャンネルにもフルバージョン公開されてるんですけど、その他にアルバムの方には各自ソロなんていうかな、ソロリップシーンというかソロカットソロバージョンなんだよソロバージョンも入ってますので、ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、そして9月14日木曜日、マリンと私岡マリンでですね、ルリロリ定期公演第4弾ボーカルひなこ企画秋のひな祭りというイベントに出演します。これは渋谷デセオで18時半開演で行われます。そしてその次の日9月15日中目黒ビオキッチンスタジオにて20時開演で岡マリンアコースティックライブボリューム5開催決定しました。こちらは今回オリジナル曲を作ってそれだけでセットリスト組みますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。ということで今夜も最後まで聞いてください。それではまずリスナーの方からのメッセージを紹介したいと思います。はい、25歳女性の方匿名希望ということで、はい、まず1つ目読みたいと思います。ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。付き合っていない男性の家に誘われたらどう返事すべきかという内容で以前恋愛相談させてもらいました。覚えとこの間だ、エリックさんの回です。結果報告させてください。皆さんの後押しのおかげで誘いに乗ることができて、家に遊びに行った時に告白されました。後々聞いてみたら、家に誘って OK もらった時点で大丈夫だと思ったって言ってました。皆さんにアドバイスをもらえてよかったです。ありがとうございました。また何かあったら相談させてくださいねということです。いやおめでとう、おめでとう。そこで断ったらちょっと笑ったけどね。ごめんなさい、すいません。まだいやよかった。みんなあれですもんね。うん、行った方がいい。ちょっと私だけはちょっとあれですけど、でお困りやったら告白されてないよ。そうだな、ちゃんとしたいとか言ってうるさい。私はめちゃめちゃうるさいんで、入学前にちゃんとしたい。細かいから多分告白されなかったけど、珍しい。でも今細かい子、いや若いのに。若いんですよね、うん、本当に若いって言うなよ。でもよかったね。よかったよかった、ハッピーやん。イエーイ、マジかよ。すごい長くお幸せに。そうだね、25やろ、25やけん、まあ、ちゃんと真剣付き合ったら結婚泣いてかもしれんけん、かもしれない。楽しんでくださいこれから、ね、うん、そうだ、はい、いいお便りでした。ありがとうございます。じゃあ続いてラジオネームケイ君さんからいただきました。ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。最近レイナちゃんがアニメに興味を持ってるとショールームで見たのですが、マリンちゃんとマリナちゃんが思うレイナちゃんの好みに合うアニメとか、これは見た方がいいと思うおすすめのアニメがあったらレイナちゃんにこの場で教えてくださいということです。なるほど。メモるレイナ。私アニメ全く見ないから全然わかんないんだけど、なるべくフルにあるのがいいな。フルにあるんだったら YouTube でもいいけど。あ、ちょっとメモるわ。私は面白いなと思ったのは、とある魔術教師のと、違うタイトル、とあるけど、違う、とあるじゃないな、なんだっけ、アカシックレコード、アカシックレコードタイトル、アカシックレコード、ちょっと待ってください。検索します。真剣に検索し始めた。いや、それフル、あ、フルにもある。なんかタイトル長くて覚えづらくて、そうだ。何系の漫画それは。なんか魔法系ですね。Hulu で漫画見たことないな。めっちゃあるよね、でも Hulu で漫画。すごいいっぱいある。やばいよ。漫画な、なんかあれな、普通のなんか平和な話じゃなくて、これちょっと変わった系のがよくて、魔法やったり、なんか何でもいいけど、なんかバンパイアみたいなとか。ああ、バンパイア系面白いですよね。間違った。ろくでなし魔術講師と。ろくでなし魔術講師。言えてないけどね。ろくでなし魔術講師。で出てくると思います。と、近畿経典って書いて、アカシックレコード。講師ってどんな感じ？先生みたいなやつだ。あ、そうですそうです。ろくでなし魔術講師まで塗っとけば、わかるよ。わかりますわかります。それが最近で面白かったやつ。うん、いやなんかすごい、なんだろう、やる気ないその魔法の先生がなんか実は結構できる先生みたいな。
ね、最初はそのいやどこまで行っていいのかな、あちょっと途中まで途中まで何か青春ものですね、あ青春ここまでしか言わない、あとは楽しんでください言わんや気になる私カッパのクーと夏休み見ました。わかるよ。なる映画ですけどね。可愛いよね。可愛い。なんかそういうなんか夏系のね。夏いいよね。いや私がすごい感動したなって思うのが凪のアスカラっていうアニメ。聞いたことあるね。凪のアスカラ。凪のアスカラ本当に面白いですよ。感動してなんか恋愛もあって。エール？あいや二人で。フルにあんのかな。映画？映画じゃない。アニメ。あアニメなんだ。長いやつ。あの2期に分かれてて、うん、でなんか人間とあの海の中で生活できる人間っていう人種2つ。ああ2つの世界があるんだ。世界があって、でなんか最初は迫害とかされてたけど、なんかその人間の方の学校にそっちの海で暮らす人たちがこう一緒になんか行くようになって、うん、なんかそこで。本当はその人種が同じ人じゃないとこう結婚とかはなんか認められないみたいな、あアリエルみたいだね。なんかあのその海の人間たちはエラ呼吸じゃないけどなんかこういうなんかエラ呼吸できるようなこう特殊な体のなんか抗体というかそういうのを持ってて、でもその人種違うのと結婚するとあの抗体がないのも生まれちゃうからなんかそういうことがあるから禁じられてて、うん、でもなんかその、まあ、高校生の恋に落ちるって そうなんです、はい、そういう感じなんですよ。恋愛好きだったら恋愛好き絶対見てほしいです。これ感動するんで、うーん探そう本当。最近あれ見た時をかけるを、うんうん、時をかけるをだってしばらくしてる、少女キラー言いましょう少女アニメの映画を初めて見て、ドラマ見たことあったとね、はいはいはい、で内容知っとったっちゃけどでなんか見て後でも検索しとったあらすじをでそれをなんか思い返しながらあらすじ見てなんか悲しくなってきて、この言葉の意味はとかさそうやってなんか解説して書いたりするやん、マジかみたいな、見合っただけじゃさ分からんやったりするやん、なんかすごい切なくなった。私もめっちゃ後から解説読むの超好きで見た映画とか全部読みます。でもなんかそういう考察とか見るの好き、私ね面白いよね、このシーンこういう意味があったんだみたいな、ますよねそういうの、時をかけるのはあれ面白いですよね、面白かった、なんか悲しかった、なんかそれはいいな、いいね、じゃあアニメをちょっと見ましょうか、見る、ね、私もちょっとフールで見よう、うん、凪のアスカラがあれば見たいな、ね、おすすめ、はい、ということでじゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームなみかさんからいただきました。ラベンダーの皆さんお疲れーなー、お疲れーなー、もうそろそろ夏も終わりますね。夏楽しめましたか？私は沖縄に行ってきました。青の洞窟っていう場所でシュノーケリングをしたり、マジェンタ N ブルーかなというカフェに行ったり、とても楽しめました。青の洞窟は綺麗で綺麗で、熊の実などに餌漬けができて楽しかった。餌漬けな、ごめんそれは知ってるいいな、ね、マジェンタ N ブルーはとても可愛くてインスタ映え間違いなしの場所でした。ピンクがたくさんできっとレイナちゃんも気に入ってくれそうなカフェでした。沖縄が好きすぎてまた行きたいと思ってるので、ラベンダーの皆さんの沖縄のおすすめの場所があれば教えてほしいです。おえー、沖縄のおすすめか。沖縄な、小学生の時しか行ったことないよ。私この間行ったけどな、おすすめの場所ってな、遠い記憶だからなレナもでも島がやっぱ綺麗ですけどね。どうしてもカビラの海とかって言ったことあります。カビラ日本で一番綺麗って言われてる海で、カビラっていう場所の海なんですけど、カビラ本当色が全然違う。そう、そこめっちゃ綺麗だったけどな。本当だったかな、前の覚えて、多分2個ぐらい行ったけど全然覚えてないレイナ。沖縄なんだっけ、私美味しい沖縄蕎麦屋さん見つけた、宝屋マジでっていう名前の、ちょ私のブログ見てくれれば分かるんですけど、そこがめっちゃ美味しかったです。たまたま入った多分知る人ぞ知る感じの、そうお店で、うん美味しかった。へえ。あとはインスタ映えを狙うだったら島野菜カフェかな。野菜カフェ？なんか島野菜を使ったお料理が出るところが、いいな、そういうの好き。なんかこう家みたいな感じで入ってくる時もで、2階とかも行けて、なんか吹き抜けのバルコニーみたいな感じだった。ソファに座ってみんなご飯食べるみたいな感じで、そこが良かったかな。いいな。以上です。
なんかあります？ないか。待って、ハブと、ハブとさ、マングースだっけ、なんだっけ、あのいるじゃないですか、沖縄にハブ対マングースっていう有名な、島、なんだろう、島、う、マングローブ、島っていうか、マングローブじゃない、それ3つ3つそれさ、植物やん。あ、違う、さらに関係ない、木じゃん、それ好きだよ。マングローブじゃなくて、マングースっていう3つとか言ってあの昔から沖縄にいるそのヘビとイタチみたいなやつなのかな、うん、がすごい犬猿の中ですごいバトルっていう昔から言われてて、でその言われでなんかそういうパークみたいなところに昔行きました。そのハブとマングースが見れる、へえ、そうそうそう、まあ、バトルはしてなかったですけど一切ない殺し合いになっちゃうんで。そうだよ、ね、沖縄どこ行ってもなんか気持ちいいからな、楽しそう。沖縄行きたいよ、行きたいね、行きたい、沖縄行きたいよ。でもなんか9月とかだったら台風とか県になっちゃいますけど安いですよね、めっちゃ。あ、そうなんだ。でも台風あっち行ったらかなりすごい台風だから、店とかも全部閉まっちゃうんで、ただただ台風に会いに行くことになります。やだやだやだそれやだめっちゃ賭けですけどね。せっかくだもんね。そう、行きたいな、行きたいな、ね、ね、はい、ちょっと参考になったか分かりませんがこんな感じです続いてはラベンダー日記。イエイ。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます。はい、今日の担当は私、岡田まりなです。はい、ということで今日は9月2日ということでですね、うん、アルバム発売の直前でございます。はーい、うん、なので今回のアルバムの話をしようと思います。はーい、よろしくお願いします。はーい、よろしくお願いしますあったよ、早くちょっと広げてよ最初丸投げでいこうかなと思って。そう、9月6日に、ラベンダーのミニアルバムリスタートが発売になるんですけど、これは6曲かな、収録、ね、とあと DVD が、ぶっ放せベビーアラビアの普通のミュージックビデオと、うん、あとソロバージョン、ソロカットが特典でついてるんですけど、うん、4つだね、4つですね、結構盛りだくさんだ、ね、確かに比べてみてほしいね。ね、うん、確かにマリンさ歌ってないからさ、確かにシュールなさ、そう、ね、ソロカットだよね、シュールだと思うよ。何人と？いや、もうギター弾きならこうやって、あ、そうか、弾きようってそうかやることはまあね、一応カットカット何にもなかったら結構暇ですよ、もうただ揺れ続けるね、でもいろいろやったじゃないですか、今までの時も、うんうん、ね、なんか何回もこうね、NG テイク出したりとか。いや、マリンね、あのドアから出ていくとか NG 出すぎないね最後の方にあるね、なんか変な出方、あのお尻から出ていくドアの出方のところ 3,4 回やりましたよね。やりましたね、あれ普通いらないとか言って普通に出てってって言われてるのに絶対普通に出てかないですからねなんか残して爪痕残そうとしたら、やばくないあれ、そうそう、あんだけ監督無視する人初めて見たよやばいな、いろいろと可能性は、ね、可能性はじゃねえよ最後の監督はいいかな、OK、監督は折れちゃったもういいかな OK 出ましたもんね、なんかもう、そうそうそう、やるせない OK だった、ね、でも岡田も面白かったじゃん、やってたね、私ね、確かに確かに、肉食上等がね、あとあれだね、肉食上等で私3回ぐらい NG でしょ、あと階段で、うん、階段で降りてく、あの階段風のやつね、階段風のやつ、あれ結局1秒2秒ぐらいしか使われてない確かに確かにあれ結構やったのになと思ってしかやっぱちょっといきなり下がるけどむずいね、あれね、なんか一人あの指導の人じゃないのにスタッフさんの人がめっちゃ上手くて、そう、階段のやり方をすごい指導してくれたんですけど、まあ、あのその成果はミュージックビデオをご覧になっていただければっていう成果なのかなあれ成果なのか分かんないけどね、面白かった、監督さんに会ったじゃん、アピール、そう、間違えて あった監督さんにね、ポーズ取っちゃったやつ、あれびっくりしたわ、私びっくりしたんだけど、何アピールカメラじゃなくてね、監督さんにポーズ取ってて私びっくりしたわ、我ながら面白かった、あっという間でしたね、でも確かに確かに確かに早かったもんね、今まで結構なんかめっちゃ時間かかるイメージだったんですけど、あ、確かに、まあ、でも今回1本だから、うん、本当に、まあ、でも前回も、前回は何、あ、2個撮ったあった今までは、前回の MV って何でしたっけ、あ、宝物と、そう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 、でも同じじゃないですよね、うん、別々にやった、そうですね、偽り長かったよね、偽り長かったですね、あれは
偽り。当日衣装とかもすごいなんかバタバタした気がする。偽り、はい、だったっけ。あ、そうかも、うん、なんかマリンの服が変わったイメージがあった。確か付け替えられたか変わったかで、なんか色とかもなんかすごい色々ありましたね、あの時。あ、思い出した。そうだそうだそうだ、あったわ。なんか細かかったよね。姉さんのオレンジの色がどうたら水色がなんとかとかさ、ありましたね。懐かしい。懐かしい。もうなんかすごい今までは結構暗いところで撮ってたから、確かに今回すごい明るい。可愛かったね、セットが。全部インスタ映えやん。インスタ映え。ほんとあの壁ずっと行かれたいぐらいあれですよね。そうそうそう。無駄にいろんなところで撮るみたいな。ね。可愛かった。楽しかった。いや、バズーカどうでした？バズーカはマジで怖かった。しかも2回しかチャンスないやん。そうですね、ちゃんと両方使われとんやん。1回目とか素手でうわーって言うとかスローで使われとんけ。これガチだと思って。いや、なんか私たちもえーって思いながら、結構飛んだやん。結構飛びましたね。ビビったーって飛んで。いやなんか手汗かいた。一番緊張したあの日。もう引き金引くのすごい躊躇してましたもんね。めっちゃ怖かったらしいね。怖い、確かにな。楽しかったけど。楽しそうって感じだったんだ、あれが。楽しそうなの伝わるなと思った MV 見て。そうですね。めっちゃ笑いようやん。で、しかもあれさ、お城からさ、わかる、いいよ、出てくるやつ。なんかあれ、あ、3人ともさ、何に使われるか分からんけど、とりあえずさ、イエイってしてって言われたのがさ、めっちゃにじみ出てたよね。よくわからない、こう、手伝い、ね、ママも嫌だもんな、これちょっと私たちのイメージの範囲超えてましたよね。なんかこう、いっぱいになるからって聞いてたけど、よくわからないからさ、じゃーんってやって、はい、せーの、じゃーん無音でね。確かにそんなのも映ってますから、そこはちょっとどうしていいか3人とも分からんやったシーンです。いろんな顔が入っています。ね、でも私はマリンのギターソロの前のあの歩き方が一番おすすめ。やばいね、あれ。あれやばいですよね。あれこんななんかもう泥棒みたいな歩き方確かになかなかできるんだよ、あの歩き方。強い服に。いやー、でも楽しかった。見どころ満載なので、見どころ満載すぎる、ぜひぜひチェックしてください。確かに確かに。あとはギラギラ伝説は、うん、まだどこにも発売して、あ、違う、発売じゃない、発売今するよ。どこにもギラギラ伝説早くパフォーマンスしたいっちゃけどな。まだ何も決まってないですね。決まってない。いつしようかも迷っとうし、あ、いつ、ま、ライブでどうなるのかな、いつみんなの前で披露するかも迷っとうし。キラキラ伝説、あれはなんか曲がなんか物語になっとうけんこそ、なんかただ歌いたくない、わかる、ただ歌うのじゃ面白くないけん、なんかしらやりたいっちゃけどなって思っとうと考えんといかん。そうですね、また小芝居が入るのか。入れたら面白い、あれこそ面白いよね。あれこそって感じですよね。なんだっさーやつでめっちゃなかなか言わん言葉とか入れとうけん今。何ですかこれみたいな言葉とかあると思う、多分。万連とか、みんなも分からないと思う。調べて聞いて、うん、ああなるほどと思って入れたりとかしたけん、うんうん、先行とか今言わんやろ、もう先行の時代言ってる人いんのかな。先行がさーみたいな絶対言わんよ、ね、逆に言きそうですね。いや、もうダサい満載にしてみました。ギラギラはね。いやー、ギラギラ伝説な、ね。楽しみだな、やるの。ねー。確かに。なんかアルバム発売週終わってほしくないな。ずっと発売します、もうすぐって言う。だってこれ終わったらさ、なんかもうさ、今年のさ、これがありますみたいなやつ一旦終わるやん。まあそうですね。確かに終わりたくないなーって感じ。MV 撮影楽しかったの、全曲やりたいぐらいよ、もう楽しかった MV、 なんかでもめっちゃヘトヘトになる MV じゃなかったですもんね。そうだね、うん、昔でも私不器用の時とかすっごい疲れたイメージあるんですけど、えなもさ4人とも顔しんどったよね。もう顔しんでましたもんね。夜中までやったもんね、あれ。今回はだって撮った後にご飯食べに行くぐらいの元気ありましたもんね。時間も長かったし、不器用、何確かに、なんですごい、なんかなんでしょうね、やっぱ初めてだったっていうのもあるのかな、私たちね。試行錯誤っていうか、そういうのもあったのかもね。そこで考えながら撮ったとかかな、なんかもしかしたら構成とかも。ああ、でもあの時は多分むせびなくも同じに撮ってます。むせびなくがもう異常に早かったよね、終わるの。そうですね、壁で私も何回か歌ったぐらいの白くらいやったしね。そう、私たちがアコギ弾いたぐらいだからね。確かに、むせびなんか懐かしいわ。懐かしいな。自分たちのなんか直筆の歌詞。そうだ、ね、
そうだ、なんかあったよね。それでえこれ誰の字みたいな。あったよね。あった。未だに正解言ってないけどね、どこにも。これ誰の字ですね。そうだ。でも分かるかな、分かる人もいるかもしれないけど。いやでも正解は分からんやん。そうね、想像はできても、いつか正解会しようよ。正解会。これはね。セミナックこれ見ながらみんなでこれは誰の字です。自分たちも覚えてないけど。分かんないかも。懐かしいな。今回あれですもんね、リリースイベントもめっちゃ久々ですからね。ムンムンだって。なんかリリーベは結構そのショッピングモールとかでやるじゃないですか。そうそうそう。だからね、うちのおばあちゃんが結構好き。あ、本当。なんかライブ制限だとやっぱもう立ってなきゃいけないし、そうだよね、もうちょっときついみたいな感じですけど、曲数とかもちょうどいいらしいです。あ、ミニア、リリースイベントぐらいがね、ちょっと見に来てみたいな。5、6曲ぐらいだね。だからちょっと疲れるっていう方もこのリリースイベントには来ていただけたら、確かに、おばあちゃんとかお子さんとか、ね、ぜひぜひ。おばあちゃんがてら、お買い物がてら。でも本当そうだよね。ね、ショッピングモール多いもん。フードコート行こうよ。はい、行きたい。毎回行きますよね。私あれがすごい楽しみで。何？あの毎回あのフードコートとか、フードコートとか、え、こここれあるやみたいな。確かに。お昼これにしようとか、ね、食べよう、銀だこ食べたいな、食べたい。なんか昔エクシナスの時に寒すぎて、なんかザラが入ってたショッピングモールでザラでライダース買ってもらったこととかある気がする。それ外国じゃないの？それで出て、うん、それもあるよ、それもあるよ、ね、カラーのパーカーそうそうそう、ユニクロですよね、海外のユニクロで買って。あ、面白い。そう、リリースイベントの時急遽ライダース買ってもらってで着て出ました。そうだっけ、持ってきてなかったって上着を。持ってきてないんです。ああ、なるほどな。懐かしい。そんなこともあったよ。冬はね。結構俺たち冬の時期にリリースイベントすること多かったもんね。そうですね。もうプルプルしながら。でもこの時はもうちょっと涼しそう。そうだね。ちょうどいい時期かもしれません。真夏って感じもないから。そうだね。ぜひお越しください。お越しください。待ってまーす。今夜も最後までお付き合いありがとうございます。ありがとうございます。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp、 ファックスは福岡0928448844です。はい、ということで、いよいよミニアルバムが4日後に発売になるということで、はい、私たちも楽しみなので、皆さんぜひリリースイベントに来てラベンダーに会いに来てください。待ってます。待ってます。それでは今夜のお相手は田中麗奈と岡田麻里奈と宮澤麻里でした。また来週、バイバイ。